十一時十分です未来を歩くラシンアメリカンエキスプレスピックワン、三百万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日は民間の参入などを促す水道法改正案が衆議院を通過という話題にフォーカスします解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの大西健介さんです大西さんは現在国民民主党所属の衆議院議員として また、国民民主党の幹事長代理として、ご活躍されています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この水道事業の広域化、えー、民間企業の参入なが、水道法の改正案が今月5日に、えー、衆議院で通過した。という記事なんですけど、はい、割とあんまり話題になってないっていうところも、ちょっと気になるんですが。うん、あの、大西さん、<laughs> ニュースピックスのコメント欄には、今回の改正案が、なんと、周回遅れの政策だと。い。うふうに、書かれてらっしゃるんですが、はい、これはなぜなんでしょうか。あの、皆さん、ご存知のような、あの、レーガンス。 とかサッチャーの時代にですねいろんなあの国営企業の民営化っていうのがまあ流行った時代があったんですけども、えー、大体それに合わせて90年代から2000年ぐらいの間に世界中で水道の民営化って行われたんですけれども、はい、まあただやってみてあまりうまくいかなくて、まあ、最近の調査ではですね、うん、世界37カ国でえ一旦民営化された235の水道事業が最、はい 公営営化化とというか国営化されてるそういう意味ではだからまあ,あまりうまくいかなかったということがもうはっきりしてると、まあ、水道料金が上がってしまったりとか、うん、あるいは水質検査の合格率が下がったりとか、うん、漏水が増えたりとか、まあ、サービスが低下するということが起きて、まあ、やっぱりうまくいかないから再度公営化しましょうというこういう流れになってるんで、まあ、そういう意味で周回遅れかなというふうに思ってますけどね。例えばその、えー 電気とかいろんなものがこう民営化、はいまあ、あの JR もそうですけど、はい、その民間参入っていうのはその競争相手ができることによって、まあ、競争で値段を下げてたり、うん、あの要するにサービスの質は高めようっていうのが狙いですよね水道の場合例えば民営化した場合どうやって競合が入るのかって水道管2個入れるわけにいかないし <laughs>、ね、これど,どういうことが想定されてるんですかね、うん ですから、民間のノウハウを使って効率化できる部分はあると思うんです、うん、あると思うけどもともと水道そのものが今でもまあ非常に赤字体質なんで、はい、だから逆にその民間のノウハウで効率化できる部分もあるけれども例えば新たにじゃあ民営化すると。 え税金払わなきゃいけないとかあるいは役員報酬払わなきゃいけないとか、うん、株主にも配当しなきゃいけない、はい、別にかかるコストもあるんで、はい、そのバランスを考えた時にあんまり民営化に向いてないのかなと例えば全部の民営化が悪いわけじゃなくて例えば空港を民営化しますといえば、はい、空港だったらそのお付帯事業っていってお土産物屋がターミナルビルにあるとか、えー、駐車場があるとか、はい、そういうところで稼げるあるいは お客さんを増,え増やせば増やすほど売り上げが上がりますけどうん、うん、水道ってそのじゃあ水バンバン使ってくださいっていうもんでもないですよね, <laughs> すよね必要なものしか使わないし逆にこうやって暑くてね, <laughs> ね日照りが日照りというが続くと節水してくださいみたいな話ですからね今年は成りかねないです,から,ねですからあんまりその民営化するメリットと逆に民営化することによってかかる新たなコストを考えた場合に、うん、まあ向いてないっていうことなんじゃないですかね。うん これ例えば東京都の場合って東京都水道局と我々契約してますよね。だから東京都と契約してるわけです。で、えっと僕もその東京都のホームページで収支を見ると、ここおっしゃったように結構その設備投資にお金がかかってて赤字になってて、で今あの現持ってる現金を食いつぶしてるような状況に。ここ何年かその千何百億円あるものから毎年百何十億こう割と 補填することによって、えー、だんだん持ってる現金が減ってきてるというような状況を見る限り感じるんですけど例えばそ、ね、これ天下りみたいなのがあれば非常にこの例えば幹部がものすごくお金もらっちゃってて赤字になってるって可能性も考えられるけどこれ東京都の持ち物ってことは。 基本的に東京都のの職員さんがの扱いってことですよねだからそれが民間化されてすごくその例えば人件費が安くなるのかなっていうのはちょっと疑問なんですけどどうですかです、ねまあ、おっしゃる通りでだからあの一部分公務員がやってるから不,不効率な部分はあると思いますけども、うん、ただそれ以上に今おっしゃったような例えば浄水場とか排水管とかの設備投資ってすごく大きいしそれからこれがほとんど高度成長期に水道管とかやってきてるんでもう古くなって今。 変えなななきゃいけないけ時期になっっててるんでで結構家の周りでもやってますよねそ,それからさらにもっと言うとそのお客さんが今後増えるんじゃなくて人口減っていきますから今後はお客さんは減っていくわけですからまあそういう意味であんまりこう民間にしたから爆発的にこう良くなるっていうものでもないのがちょっと水道が他の公営事業ともちょっと違うとこかなと思いますけどね。 とはいえ今その法律が通ったっていうことは、うん、これをした方がいいっていう主張があるわけですよね。<あ>これはどういうご意見なんですか。あの今はおっしゃったように東京都なんかはまだいいんです。まあでかいんで。はい、でもやっぱり水道事業っていうのはまさに自治体がやってますから、ええ、小さな市とかが。 やってるところは、やっぱり、もう、すごく赤字体質なんで。だ、うん、から、そこは広域化していきましょうと。<ー>市町村単位が、単位がちっちゃいと、規模の利益が出ないので。で、今回の法案も、その広域化を進める内容が入っていて。これも、多分、どの党も、そんなに争いなく賛成。 なんですけども例えば県単位にしようとかそういうことですよね、あるいは流域単位っていうんですかね、同じ川の流れとか、その方が効率的ですよね、事業をやるにも。そのことに関しては、全くみんな反対するところじゃないんですけど、その民営化っていうのをどんどんやりましょうっていうのは、ちょっとどうなのっていうところなんですよね。とすると、どうするべきだというふうに、大西さんは考えてますか、こ化はどどんん進めるべきだと思いますやっっぱり広域化しないいとこのの水道事業てうは 今も大体いい3分の1の水道事業があの給水の価格があの料金価格をこう、えー、上回っているというか要はもう赤字なんですね、はい、だから赤字垂れ流すような状況ですからだから、広域化しなきゃいけないと。うん それからもう一つはやっぱり、まあ、民間だとそういうことが進みやすいのかもしれませんけど今もまあ取り組もうとしてますけど遅れてるのはやっぱ ICT を利用したやっぱりあれですよね例えばまあ一番典型でいうとその水道料金の検診メーターをチェックするのにその山の奥まで検診してくそのデータ送っちゃえばすぐですよねそすそのスマートメーターというのを設置してですね、はい、スマートメーターでもその、ええ データをやり取りすればいいわけですし、はい、あるいは浄水場とかいろんな設備も機械にいろんなセンサーをつけてそれをこう監視すればあその、えー、人間がやり取り、ね、しなあるいはそういうのでチェックしたデータを報告書みたいにまとめるようなこういうデスクワークみたいなのも今結構あるみたいなんですけど、はい、そういうのも全部自動的にやっちゃえばいいわけですんでだからそういう ICT の利用っていうのは。 もっともっと進めれば、その省力化、効率化を図ることができるんじゃないかなと思いますけどもね。そんなのすぐにできるです、ね。そうですね。その民営化と関係ないじゃないですか。これ。まあ、まあ、そうですね。ただ、まあ、<laughs> そこはなかなか、そのお役所はそういうのが。スピード感がね。これなんでなんですかね。<laughs> そこはなんか見、み、民営化だと、やっぱそういうとこどんどんやるんだろうっていうところあるんですけどね。なるほど、ねはい。将来、こう、水戦争って起きるんですか。 まあでもあの日本は非常に水に恵まれている国でありますけどもよく言われるのはまあ地球上で使える水っていうのはほんとわずかで例えば南極とか北極みたいに凍ってるとかでほとんど使える水っていうのはわずかだっていうんですけどお風呂の風呂桶いっぱいの水に例えた場合にその中で人間が使えるっていうのは いティーースプーン4杯分ぐらいしかないというぐらいのやっぱり水って貴重な資源なんですけど日本は水に恵まれてるのでよくまあ一昔前までは水と安全はただみたいな感覚があるんでなんですけどやっぱり世界ではこう水を奪い合ってそれがまあ戦争になるみたいな水源を奪い合って戦争になるみたいなことは起こってますから私はありうると思いますしでだからその大事な水道っていう部分を。 その民営化した場合にやっぱりノウハウを持ってるのは外国の企業その多国籍メジャーって水メジャーって言われる3つぐらいのところがあるんですけどもまあそういう会社が全部握っちゃうとそれは安全保障上大丈夫なのかとかあるいは水源をその中国をはじめとする外国の資本が買い漁ってるみたいなこういう話もあるのでこやっぱりちょっと。 問題じゃないかなと思いますけどね。うん、これだから水筒、例えば民営化して会社を外国資本にさせないっていうことは法律で止められるけれども。まあ、そうですね。土地そのものを外国の人に買わせないっていうのはすごく難しいんだろうということですか。そうですね。これ、あの、水に限らず、例えば安全保障上、その、非常に。えー、問題のある。 土地例えば自衛隊の隣にあって自衛隊の基地をこう見下ろせるような丘と,とかこういう土地をじゃあ海外の企業に買わせないようにっていうのはいろんなそういうことはできないかってまあ国会でも議論があるんですけれども例えばその今逆に TPP だとか こういろんな自由貿易協定で外国資本が日本でいろんな活動をするのに日本の企業と差別しちゃいけないみたいなところがあるのでだから今まで自由に変えたものをじゃあ変えないってした時に今持ってるものはじゃあどうするのかとかですねそういう自由貿易協定と抵触しないのかとかいろんな問題があってなかなか簡単にはできない。でもやっぱり水源とかに特化して ちゃんと規制をかけていくことってのは重要じゃないかなと思いますね。ええ、なかなかあの、うん、大きなニュースにならないままに、これ、ね。うん、結構、そ,ね、その、あの、議論されてたんで、うん、ええー、なるほど、ね、うん、改めて知ることができました。大西さん、どうもありがとうございました。ええ、気になった方、は詳しくはニュースピックスのサイトにある大西さんのページをチェックしてください。アメリカンエクスプレスピックワンでした。